キット気付け大好き山宮ひろこです。今日は帯結び解説145番でございます。ところがごめん、途中でやってる時いい案浮かんじゃってちょっと違っちゃったの、インスタと。でもまあこれもこれってことで、どうぞ手順ご覧ください。それではいっちゃうよ。普通に帯回しして、タレが上、手が下で、一結びしています。そうしたら、タレ元、しっかり開いてくださいね。これ、しっかり開くということで、緩みにくくしていますからね。そうしたら、中側きれいに見て、そして、タレ先、4分の1にパタパタってしてください。そして一番奥に預けます。くるりんっていくぐらいの分があればいいです。一番奥に預けています。そして残りで羽を3枚作っています。3枚できなかったら2枚でもいいですよ。でちょっとちっちゃめにすると3枚できる。それはこの前の帯結びと同じような要領です。でもちょっと羽を小さくしてバッテン止めしてます。でこの時のここでちゃんと羽を見ておくのね、大きさをね。で締め締めって思ったらここも使っちゃうわけ。そうすると3枚になるでしょ。でもここの根元にちょっと挟んでおいてあげて、そしてこんな風になっちゃうわけ。それでは枕は羽の根元を全部上に上げてください。そしてそこに結び目と一緒にしっかりお背中にぴったりつけてください。そうすることによって羽3枚をきちんと上に上げてくれます。そして枕は前に引いてしっかり締めますよ。枕は締めたらちゃんと帯の中にしまいって下に沈めます。脇も下に沈めてください。脇が上がってるとお嬢様苦しいです。そしてここにしぼの方向をきちんと確認して枕に帯揚げをかけてください。そしてお背中に預けておいた4分の1を預かってくれてた三重仮紐を拾い出してくるん、もう単純にくるんくるんってやってください。くるんです。そして乗っけています。あら簡単でごめんねって感じ。そしてこんな風になってます。そしたら最後はこの手先でやっぱり4分の1を作ってあげてください。外側が表になるように4分の1作ってます。そしてバッテン止めしたこっち側拾って乗せてあげます。でもこんなにいっぱい余ってたらなんだかもったないよね。でもバッテン止めしたもう一個の紐はないんですよ。もしこれでもったいないなって思ったら、インスタと帯の作り方が違うんだね。だからこんなになっちゃったけど、そう思ったら柄のあるとこいっぱい使おうと思ってこんな風にアレンジしちゃってごめんなさいって感じだけど、断然いいかも。そうすると2つさらに羽がここでできる。でここに帯締めです。最後太鼓作ります。手の柄のないところをぐっと真ん中に持ってきて帯の上線に乗せて処理して、柄のあるところでお太鼓部分を作ってあげます。お太鼓小さめに可愛くまとめてください。
帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてあげてください。床に水平に引いてきて、きちんと締めて、帯の胴の上、シワや緩みを後ろに送り込む。ああ、そんなとこ 取られちゃってるんだって締めていきます。あとは飾り結びとかね、これの続きでしてあげてください。そして脇の帯揚げの処理とか、そういうところも手を抜かないでやっていきましょう。自由自在に帯を操って、次から次へと湧くアイデアに、自分のアイデアね、頭の中のアイデアが手で表現できるようになったら楽しいね。まねっこで最初は始めても、そのうち、あ、こうしたらもっといいかも、ああしたらもっといいかも、次々と思いが浮かんでくると楽しくなるよ。祝卒業おめでとうございます。祝は、祝はいらないんですか。祝卒業だったらおめでとうがいらない、うん、あ、そっか、うん、じゃあおめでとうございますの方がいいですね。小学生だからいつも一発が、一発書き、一発書き見てる方も緊張する。ご卒業2個でいいんだっけ。2個です、2個です、って言って3個だったらどうしよう。綺麗ですね。ご卒業おめでとうございます。素晴らしい。はい。